ハルタさん久しぶりだね。久しぶりです。あの昔のまんま綺麗な感じはもうあの変わってないよ。恥ずかしい。恥ずかしいな。もうやっぱり美人はね、年月が経っても綺麗な人は綺麗なんだなって。ハルタさん相変わらずもうお上手。あ、来た。どこや。え、聞こえない。背景どこ。35年ぶりだよ。35年ぶりですよ、ハルタさん。だってジャスピオンが終わってから一度も会ってないんですから、ハルタさんと。どっかで終わってから会ったような気するんだけど。会ってないです。私はテレビで拝見してますよ。覚えてらっしゃらないです。たくさんやってらっしゃる。いや、もう覚えてない。本当に35年前に遡ると全く覚えてない。あのブーメランとは合ってるけど、立ち戦ってますからね。からでもあのね、きよみちゃんとはもう全然合わなかったでしょ、現場で。ですよ、本当に合わなかったです。ね。ね。あの絡みなかったですから、絡みも。そうだよね。そう。撮影の日もほとんど違ってましたから、うん、合ってないんですよ。でたまにお会いしても。あの私実はね、ハルタさん怖かったんですよ。なんで怖い、なんで怖い。ほらジャックで偉い人でしょ、もうその時から。いや偉くない、全然偉くないですけど。周りにお月の人がいたりとか、あの、嘘、いないいないいない。いましたよ、周りに必ずジャックの何人かがいて。あれはもう誰でもあの面をつける、そうそうそう、面をつけてくれる人がついてるから、俳優さんに付き人がついてるっていう感じではない。え、でも私から見たら、うん、あのそういう感じなんですよ。そうだね、取り巻きがこう周りにいる感じがするんだろうけど。そうで、はるたさんご自身もこういう感じで、なんかこの貫禄あるじゃないですか。威張ってるとかじゃないですよ、もちろん全然そういうんじゃなくて。あのね、俺ずっと思い出してたのは、なんかやっぱ緊張感がある現場でしょ、はい、なんかあんまりこうワイ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 軽く騒いだり、なんかそう笑いながらできるような雰囲気の現場じゃなかったのよ。いつもこうアクションが多かったりしてたんで、なんかみんなとワイワイ喋ったって記憶がない。あーそうでしょうね。だって本当にアクションすごいことやってらしたじゃないですか。ですか、もそうだけど、あの、はるたさんもすごくやってらして、あのよく怪我しないでこんなこと毎日毎日くるくる飛んだり回ったりできるなって思ってました。あれ実際だいぶ怪我しませんでしたか。あのジャスピアの時は怪我してないけど、あのね、戦隊ものは怪我したけど、ジャスピオンはちょっとこう重厚な盾だったんで、バトガーはね、結構剣持ってそんなこう軽くバーッ飛んだりするような、ちょっとこうやっぱり剣士っていうか、刀のなんか剣の剣の重い立ち回りみたいなのが多かったんで、そんなにあのアクロバチックなのはやってないイメージがあるんだよね。あのブーメランの方が多かったんじゃない、ヒロシの方が。あのアクロバチックのあれは、まあトランポリン使ってね、うん、投げたりね、やられるし、それは飛んだ瞬間にバサッと切られちゃって、ハルタさんにバサッと切られちゃって、飛んだりね、バサッと切ったりね、飛んだのバサッと切ったり、そういう感じだったからね。飛び専門、ハルタさん切る専門だから。まあ、そんなことはないけど、そう、うん、だから現場でなんかお話ししたとかのイメージがもう全く思い出せなくて。そうか。現場で話した。でも2人は正義者同士だから、ほら現場だったりしてる。そうですね、ありましたね。ジャスピオンチームはまあそれなりにいいから、ね、うん、僕逆にあのギルザさんとかギルマーザさんとかあの辺会ってないです。あ、
そうか。高畑さんとか香川さんとかあった。ああ、そうだね。逆にね。佐々木勲さんとかも会ってないですよ。あ、そうか。8話しか出てないですもん、ジャスピオン。そうそう。佐々木勲さん、俺も会ってないイメージあるけど、あんまり。そう。覚えがない。一緒に絡んだのかな。それさえない。私が一回まあ、足の手術でこういなくなった時に代わりで、うん、佐々木勲さんが入ってきて、うん、はい、だから全然合ってないんですよ。そうなんだ、うん、まあそうね、俺はギルザはもうね、部下みたいな感じで俺をマットギャラ死んだ時に蘇生させてね、あそこから出てきたから高畑あっちゃんはね、うん、私部下みたいな感じだったんでね、うん、あのマッドギャロンが一回死んで、それで衣装、うん、変わるじゃないですか、ヘルメットみたいなかぶっちゃって、そう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 、V のこんなシーザーみたいなさやつをマントみたいなね、どっかのあの帝国のなんかローマの帝国、そうそうそう、あれなんであんな感じになったから、ね、うん、なんだろう、あれがイメージなんですか。いや俺も、俺がだってこういう衣装してくれって言ったわけじゃなく、ああいう衣装に来たんだからうん、まあ、あ、これが次の衣装なんだなっつって思ってきたちょっと最初は抵抗あったけど、恥ずかしい、なんかああいうシーザーみたいなね、ローマ法王みたいななんか格好でちょっとこうメイクしてね、うん、すごくお似合いでしたよ。いやー、堂々としてらして、いや急にこう変わるからね、なんかちょっと、でもやってるうちに慣れてきてね、もうそれが良くなってくるもんで。ね、衣装って不思議ですよね。私もあんな赤い、赤くなスパッツ履いて、ね、うわっ、ね、って思いましたけど、ね、着てるうちになんか自分の服って感じになるんですね。不思議です。キャラクターも最初はうわーって思ってるんだけど、自分となんか幽体離脱みたいになってるんですけど、だんだんそれが自分とこう重なっていくんですよね、うん、そうだね、やってるうちにね、馴染んでくるんだね、あれね、だんだん、うん、心の中に衣装が入ってくるみたいな、そんなのありましたよね。渡さん、衣装、白いなんか着てるはい、着させていただいて、派手なやつを、ね、なんか ね、あれは俺に印象あるんだよね、すごく、あ、すごく印象的です ね、もうちょっと自分が着たいなと思うやつを、ちょっとデザインしてたやつをちょっと形にして、はい、渡り予約なの？渡り予約です。渡り予約だって意味不明、意味不明だったんですもん。なんか急にジャスピオン出ろって言われて、うん、だから宇宙からの大魔王を追ってくるって男ってだったら宇宙人だと思うじゃないですか。そういったら地球人だとか言われちゃって。はぁーって話で、途中からお前は地球人だとか言われちゃって。あのね、あの頃は宇宙を開発してた日本人じゃない、まあ日本人か、地球人の役なんだ。え、だから春田さんは、うん、宇宙人でしょ。そこまではよくわからん。最初からなんか役柄設定がおかしくなってませんが。そうだね。途中からね。だから絶対宇宙のなんかこう魔王を追っかけてきたんだ。僕は兄を殺されたい。それで地球まで追っかけてきたつもりで、あの一生考えてやったんですよ。宇宙人っぽいって感じなところが。聞こえないけど。いや、だから、うん、そうか、宇宙人だと思ってたもんね。宇宙人と思ってました。そういうことか。そういうことです。はい。なるほどな。それで一回休んで帰っては、あの白い衣装はやめてくれって言われたんですよ。え？
プロデューサーから。プロデューサーから、そう。自分で考えたから？そうです。自分で考えて、はい。うん、それでやったんですけど、どうもプロデューサーさんたち の, あの意向とはちょっと違ったみたいで、ジョン監督が、いや、今の時代はこれですよ、この渡里君のこのセンスでやったわって言ってくれたんで、あの伊藤さんですよ。そう、今監督やってる人ね。そうです。ね、はい、テレビのね。あの方が、あの衣装がいいって言ってくれて、あれになったんです。吉川さんとか、みんな、みたいな顔してましたが。まあでも、自分で衣装考えるってすごいよね。ねそんな頭なかったな、それぐらいちょっと目立たないと。もうちょっとね、いい感じにしないとダメかな。衣装の分。ね、衣装はやっぱ最初のあのコスチュームだから、やっぱ印象残るよね、白とかこう。そうですよね。俺はどっちかっていうと黒っぽいとかブルー、はいはいはい、ブルーだったからね。そっか。衣装を自分で考えていいかっていうことが分かんなかったです。知らなかったです。本当はダメだったんだと思いますよ。あ、それを無理やり、もうって言う前に、これがいいですって持っていったという。もうこれでどうすかっていう話で。もうこれでしょみたいな感じで。ああ、そっか。いや、私ね、そのクランクインする前に衣装合わせと撮影があったじゃないですか。うんうん、その時に、やっぱり衣装、キャラクターだから、もう、当衣装も決まってるわけですよね。ね。だから、全部もうイメージが決まってると思って、私は素で行けばいいんだと思って行ったんですよね。そしたら、プロデューサーが来て、そう、髪の毛、どうするんですか、それって言うんですよね。え、髪の毛とかも、全部私はトータル、靴の先まで、全部向こうがデザインして決めると思っていたんですけど、それが、え、髪の毛違うんですかって言われて、それでメイクさんとどうしよう、なんかこの衣装に合わないと、合うものをね、しないと、こっちでしないといけないみたいですよって言ったら、衣装さんも、違う、ヘアメイクさんも慌てちゃって、で、苦心の策、決まったのが、あ、全部巻いちゃおうかっていうことになって、ああなったんですよ。結局、本当はキャラクターなんだから髪型とかも、まあ、決まってるはずだよね。決めてないといけないですよね。結構なんか中途半端なのかなってその時思いました。だから俺の衣装そうだね。最初なんか普通のブルーのズボンになんかこうブルーのね、それにこうちょっと薄いサングラスかけて、これ東映のヤクザものって思ったくらいな感じだったんだよね。普通にその辺にいるこうちょっと兄ちゃんみたいな悪そうな人、悪そうな兄ちゃんみたいに、え、こんなんでいいのかなと思いながら、まあやっちゃったけど、まあこれがイメージなのかなとか思いながらね、あのスタッフのね、作る側のイメージかなと思って、何も言わないでやっても。そうですよね。サングラス事件覚えてます？サングラス事件ってことじゃないんですけど。私が俺いなかったでしょ。サングラスかけてったんですよ。現場にサングラスかけて、おはようございますとか言って、原田さんに会ったら、渡り、お前そのサングラスいいな。今度、次の話からマッドギャランでそれ使いたいから俺によこせって言われた。嘘だろお前。いや、絵に残ってますよ。え、嘘。黒いサングラス、そのまんま。あ、すごい。サングラス覚えてない。覚えてないでしょ。覚えてないでしょ。全然覚えてない。忘れてますもん。全然覚えてない。絶対忘れてますもん。お前、僕だって俺も忘れてて、で、ジャスピオンの DVD、ブルーレイ買ったら、変わってたの、サングラスが。このサングラス俺もやろか、みたいな感じで。あ、そういえば、ハルタさんに、あ、そういえば、なんか火星とか、レイとかなんか言われた感じしたなと思って。そうそう、さっきも言ったように、どっかのこう、あのサングラスが、ちょっと、あっちの方の人系の、ね。あっちの。ちょっとこう、人形の、人形の人のサングラスっぽかったのよ、ちょっとこう。それで、多分
あの渡りのあれ見てかっこよかったんだよね。こうレーバーみたいな感じのね。あっちの方の人っぽかったって。あの渡りの方がこうあこのサングラスだと思ったんだと思うんだよね俺。多分。覚えてないくせに。うん、いやもう全然覚えてないね。でしょ。多分俺だったらそうだったのかなっていう想像の中。で撮影終わってひろしさんに書いたんですか、うん、それ。いやそれも覚えてない。どうでしたひろしさん。返した俺。それは帰ってきてた。帰ってきました。あ返してくれたと思う。はるかさんあ返してくれたって。うん。あとそれ使ってちゃんとこう大事に撮ってたんだね返すためにね。ね。ちゃんと返してくれましたよ。いやもう全然覚えてないよそれは。あちゃんと返してくれた。俺はもう絶対返ってこないもんだなと思った。諦められてはないけどぶっちゃけ。そうよかったです。ジャスピオンの撮影とか、うん、なんだろうバスの中とか、うん、こう現場とかの記憶がないのよ。寝てましたくんでした。バスの中では、バスの中も疲れて、まあ、朝早いし、寝てたりするんだけど、なんかねみんなと話した記憶がないあんまり。いや話してんだろうけど。役に没頭されてたんですねきっと。没頭してたのかな。なんかもうでたまあ芝居やったり立ち回りやったりしてたからなんか。そっちの方に集中してたのかどうかもちょっとよくわからない。だから私が怖いと感じてたんでしょうね。なんか近寄りがたかったんですよ。あ私バカみたいなことを言って近づいたら悪いなみたいな。ちょっと、うん、だからきっとそうだと思いますね。なんか集中、まあそうね、あのやずっとなんかは今まであのヒーローもののほらねやってたから初めてこう対悪でしょ。あのなんかこうそういう集中のこう生き方がしてたのかな。その頃まだ力やっぱり頑張ってたのかもしれない。なだから春田さんに話しかけられた思い出っていうのはあの私がこう通り過ぎたりすると、うん、あの一応多分気遣ってくださってるんですよね。あの私が素通りしないようにあの、うん、清美って声かけてくださってではいって言ったはいとかって言うとうん元気かって言ってくださってもうそれで私は嬉しい今日一日ハッピーみたいな感じで、ね、でも我々からすると綺麗な女優さんがいるともう全然ちょっと違うね気分が。わかる？わかんない。どう違うんでしょうか。まあ、女性いやジャックも女性はいるんだけど、やっぱ女優さんってちょっとこう華やかさが違うでしょ。なんか。ほんでまたね、きよみちゃんなんかもうこう言ってんだからあそこでは。だからもうやっぱりちょっとこう通ると声をかけらずにはいられないなんかこう華やかさ、可愛らしさがあったんだと思うけど。ありがとう。違う？渡り。いや私としては気遣ってください。私なんかはね新人にも。いやだってもう疲れ。若手にも気遣ってくださって。疲れてるから気なんか使わないよね。自然に多分出たんだと思う。そうですか。いや嬉しいです。春田さんはいつもそんな感じです。お前お渡り元気か。なんかあの頃は若くてあんまり わけわからないで無我夢中でやってたけど今思えばあのなんかこう人とこうなんかうっちゃうじゃしながらはちゃめちゃにやってる時代が懐かしい。その言葉ですよね。はちゃめちゃはちですよね。もう渡りなんかはちゃめちゃだった若い頃。どういう意味ですか。いろいろ仕事もし酒ね、うん、なんかこう人ともこうぐちゃぐちゃやりながら、うん、家に帰った記憶がないですよねあんまり。そう
そうそうそう、仕事終わって飲み行って、飲み終わったらそのまんま仕事行ってって感じで、それがずっと繰り返してる感じ。それはなんかヒーローものなんか、そうそう、ヒーローものなんか特にそうだよね。あの朝早いから監督とかアクション監督とかね、連れてかれて今日飲み行くぞっつってギリギリまで飲んで、撮影所の近くのところで飲んで、またわけわかんないけど中村橋とかその辺に行って、そこのバー行って朝まで飲んで、そのまんままた現場に行くっていう、ね、そういう繰り返し。そんなこと僕やってた。そういう18、ね、18、19ぐらいはだいたいそんなもん。なあ、主役やったらちょっとあんまお酒飲めなくなっちゃったから、顔腹そうにしてないから 今ないよ、そんな全く。あ、まあね、みんなここで兵隊が死んでるぜって、午前中大体みんな死んでるから、その辺ででも死んでる。そうそう、でもやるときはやるから、ちゃんとこう作品が作れてたんだよね。なんかね、そういうむちゃくちゃなチームワークで、なんかこうエネルギーがそこにこう生まれる、うん、なんかこう集団のエネルギー、まあ、ヒーローものなんか特にそうだったよね、うんうん、もうジャックの現場は大体そうですけどね。そうそうそう、やっぱりあの特撮ものはエネルギーがないとやっぱり作れない。なんだろう、大変だったでしょ、だから女優さん。嫌だったのは、あの仕切り場に行くときが嫌でしたよ。だって音トイレ前のに、そこ一員って意識入り場の上で、と機材車となんかのトラックがあるだけで、でおトイレ行けないから水飲まないんですよね、暑くても。で水飲まないで、でお昼になるとバスの運転手さんに頼み込んで、あの坂を下を降りてもらって、どっかおトイレのあるところまで連れてってもらったり。ね、あれが一番嫌でしたね、うん、もうとにかく今日スタジオとか思うと嬉しくてね、今日一スタジオなんていう。そうだね、だからまあ、ヒーローものの女優さんとなのはそういうところで、女優さん扱いしてくれない大丈夫だろうみたいな感覚。他の、ドラマ行くとちゃんと女優さんをちゃんとね、もてなしてくれるけども、でどっかでロケに行って、街中でもロケに行って、道の横にバス止まってて、その中で着替えろとか言って、そうそうそう、衣装さんたちがみんなところに立ってくれて、いいよいいよ今なんていう感じで、そうそうそう、そんなことやってたね。そんなんだったもんね。そう、あ、まあカーテンもね、なかったのかもしれないし、カーテンあってもなんだかちゃんと決まらない。バスの運転手さんがなんかそうやってちょっと切ってんじゃねえのそんなことはないか。そうですか、ね、今はだいぶあの、まあ、人間として人間扱い人間扱い今はねだんだんなんかね、そういうのがちゃんとこうケアがちゃんとこうできてきたよね、俳優さんとか、うん、そういう人たちに対しては、女優さんなんか特にケアをこうするようになったけど、昔はもうそんな ね、ちゃんとこうもてなしてくれないもんね。もてなしなんてしてくれないですね。ね、怖い女監督さんとかいましたね。そう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 。あ、まずこれ忘れないうちに、黒崎さん、アフレコの日があるじゃないですか、一日アフレコの日 ね、そうすると撮影がないって分かってるから、みんな前の日は飲みに行かれるんですよね、きっとね、うんうん、で、アフレコにあの黒崎さん現れて、こんな顔腫れて、あの人顔腫れやすかったですね、意外とむくんでた、酒で、うん、そうそう、むつの、あ、むくみやすいかもしれない ね、こんな腫れて、でね、氷、袋にね、氷をいっぱい持ってこってきて、でアフレコ、自分の番じゃないときはアフレコのマイクの後ろにあるベンチやりましたよね、うん、ちっちゃい、あの、うん、そこにこうやって氷を顔に当てて寝てるんですけど、はい、黒崎さんお願いしますって言うと、またこれマイクに立ってちゃんとやるんですけどね、ちゃんと仕事はすごいちゃんとやるからすごいなと思います、うん、黒崎さんのこと私ね、あの1年間でね、ものすごい嫌いになったことあるんです、一度、うんうん、それはね、
あのどっかのロケに行って、私あんまり出番ないからアクションの時はバスの中で本読んでたんですよね。でちょっと眠くなったからうとうとしてたら、黒崎さん、なんか黒崎さんが入ってきたのは分かったんですけど、みちゃんこれあげるよって言って持ってきたんですよ。で何って見たらカマキリなんですよ。私は本当に虫がダメでね、あの本当に今子供にはそんなこと言えないから大変だったんですけど、子育て中は本当に虫がダメで、こんなまだ向こうまでって喋れないくらいになっちゃって、そしたらあの人何したと思います？私の頭にそのカマキリ乗せたんですよ。信じられないことする人がこの世にいると思ってね、うわ泣いて、もう化粧だってぐちゃぐちゃですよ。でもね、てそしてでもヘラヘラ笑ってね、だいぶ経ってからそれを取って、あの捨てに、まあ、捨てにというか逃がって言ってくれたんですけど、あの時はね本気で嫌いになりました、黒崎さんのこと。まあ全然驚かないね、それは。黒崎やりそうな、え、だってそういう男だもん。えそういうやりそうな男。やりそうな男、うん、いや、やんちゃ坊主ですよね、今。もうだから少年っていうかね、うん、あの当時はね、まだね、うん。なんか少年がちょっと大きくなったみたいな感じじゃん。でしたね。うん、うん、子供がね、大きくなったみたいな感じ。うんうん、そう、だから普段は可愛いんですけど、その時は大嫌いでしたけど。そうそう、可愛さがありましたよね、すごく。なんかだからその画面を通してちょっとやんちゃな感じが今までのヒーローとはちょっと違って、こう何ジャスピオンの時は多分それがもう今までのヒーローはこうもう完璧でな、こうかっこよくて強くてみたいな、ちょっとこうなんかやんちゃな部分がこうジャスピオンの黒崎がやってさあったんで、それがまた逆にね魅力になってたのかもしれないけどね、ジャスピオンの人そのまま、あの台本がずっとそのまま最後までいてくれたら本当に素晴らしい、ね、もっと素晴らしい作品だ。だって頭はアフロフェアだよ。アフロフェアで最初出なかったジャスピオン。でエンディングの歌があのディスコみたいなライティングで、宇崎さんが踊るんですよね、うん、くるくるくるってガラスフロアの下からカメラ撮ってくるくるくるって回るみたいな。そんなヒーローいないからね、今まで、ね、あのまま行ってほしかったですよね。ねえ、あれは残念。そんなヒーローはあんまりいなかったな、今まで。そんなにね、現場に迷惑かけたとかっていうことありません？モデル事務所として有名な事務所にいたものですから、うん、モデルともしてたんですよね、うん、で、はいはいはい、そこに行ってクリニックっていう、あ、名前言っちゃいけないのかな、あの某化粧品、もうってもうクリニックって言っちゃった。それをあの塗ったんですね、ファンデーション塗られたんです、うん、メイクさんが持ってる道具だから、うん、でそれを塗ってなんか痒いなと思って、でもその1日スタジオで仕事をして、で終わって家に帰ったらすごい痒かったよね、うん、で次の日ジャスピオンの撮影だったんですけれど、うん、朝起きたらねびっくり、ふって風船膨らませて、そこに糸の目と鼻と口を描いたみたいな顔になっちゃったんです。腫れちゃった。朝起きて、でも震えましたよ、手が撮影うわできないって、震えてマネージャーに出て、でマネージャーから撮影所に出ましたので、悪いけどあの今日中止にさせてくれ、でも今日だけじゃないと思うんですって感じですよね、そんなの病院に行って薬もらって引くまで何日かかるんだろう、もう若いからもうこんなですよ、ブルブル。そんなことありましたよ。で結局1週間撮影中止。病院が合わなかったんだね、やっぱね、肌にね。そんなことも後にも先にももう経験したくないっていうくらい、私は心臓が飛び出、寿命を縮みました。それあれ相棒のね、相棒の黒崎もね、パンパンになってね、顔が酒飲みすぎて、もう二人でパンパンで。でも引くまでに結構かかったんじゃないじゃん。そうです、1週間
1週間そうだよ、ね、かかりましたね。薬かかるよ、ね、毎日塗って。うわー、それ大事件だね。今度ね、その後、その後もあるんですよ、続きが。で、今度、まあ、で、撮影行きましたよね。で、うん、でもまだ薬を塗りながら、その上に動乱塗ってたわけですよね。そしたらね、このオイル効果でね、うん、ロケーション行って、太陽の日差しが、ね、焼けた。今度ここがね、ブロッ今度そこを厚塗りのファンデーションで消してやってました。ただ、ね、敏感だね、敏感肌だね。ねえ、すごいなぁ。はるかさんはそんなアクションずっとやってらして、大怪我ってしたことないんですか？いや、今までにはあるけど、ジャスピオン、もう大怪我はもうだいぶ前ね、若い頃。ジャスピオンは多分30ぐらいのあれだから、10年ぐらい前、20歳ぐらいにジェットコースターで飛び降りてね。ジェット富士急ハイランドでした、ね、富士急ハイランド。富士急ですよね。富士急ハイランドのジェットコースター飛び降りる仕事が来たわけよ、スタントマンで。それで、動いてるジェットコースターから飛び降りて、それでパッと外れて、まあ動いてるもんだからね。芝生。そうそうそう。芝生に足からめり込んで。そうそう、めり込んで、バウンドして、脊腰椎を、第二腰椎をこう脱臼して、ほんで半年入院、半年リハビリで1年ぐらいかかって、もうそれで20歳ぐらい。うわぁ、いや、私だから飛び降りた人、会ったことない。今初めて会った。ずっと会ってんだよ。ずっと会ってたんだよ。飛び降りいやいや、もう前、ジャスピオンの時会ってるって。いや、今知った。だってジェットコースターは飛び降りないちゃいけないからこういうのつけてんですよ。これ飛び降りちゃいけませんよ。まあ、昔はこうじゃなかったね。こうベルト式だったから。それ関係ないですよ。どっちでも飛び降りちゃいけないんですよ。飛び降りるって仕事だからね。俺だって好きで飛び降りてるから。誰が言ったんですか、一体それ飛び降りろ。まあ、テレ朝の仕事で来たから引き受けた。ひどい。まあ、だから自分で引き受けたんだよね。で、まあ、変身ものでしたっけ？変身ものでしたっけ？いや、普通の恐怖びっくり人間大集合みたいな、ちょっとドッキリっぽい感じのやつ。テレビ朝日の水曜スペシャル。じゃあシチュエーションは、そのジェットコースターから。ジェットコースターに乗ってるじゃない。ほんで、前からカメラが撮ってて、あの頃、もうみんな知ってると思うけど、ゴールデンハーフスペシャル。あの子たちが乗ってて、それで俺が突然そこバーッとあのジェットコースターが、まあこんなとこはこういうとこを飛び降りれないから、ちょっとこうバーッてこうちょっとカーブするようなところ、そこからいきなり立って飛び降りるわけよ。そうすると、そのゴールデンハーフスペシャルがびっくりする。しますよ、それは。それはしますよ。それでカメラをこう、それを前から撮ってる。それで、外れて本当にびっくりしたって話なんだけど。そこまで命かけなきゃいけない番組ですか、それ。いや、本当はマットの上に落ちるはずなのが、ちょっと一瞬躊躇したんだね。飛び降りるときに、うって。もうその時に動いてるから、ちょっとの、その、もう、0.何秒ぐらいの違いがもう、全然変わるんだよね。距離的に。それでもう流されていき、勢いもあるから。それで、7メートルぐらいあるから、そこの鉄柱に俺がぶつかりそうになったのよ。はい。カーブ。嘘。こうやってカーブしてるから、ポーンと飛んで、この鉄柱にぶつかり、それを空中で避けたわけ。うわぁ、信じられない。もう私今日夢見ちゃう。自分が、でももう、ドクターに乗って夢見ちゃう。スローモーションで、はるかさんスローモーションで。でも気を使ってたらもう今ここにいない。いないな。いないな。それを避けたね。自然にね、反射的に。避けて、
それで地面の上にもうこのコンクリートだったらもう死んでるよね。多分芝生の上に落ちて、落ちた瞬間にバウンドしたのよ。バーン。そしたらもう落ちた瞬間のもうこの脊髄がガーンって脱臼して、もう苦しくてバウンドしてドーンと落ちた。それでもう大変。大変。呼吸が。ほんで近くのあの富士吉田病院、富士急ハイランドだから近く富士病院に行ったけど、うちではもうそれ、これはもうちょっと。お手上げです。使えない。追い払われて、それで、まあ、テレビ朝日だから、それはテレビ朝日がやってた番組だから、テレ朝の前に、うん、あの病院があるのよ、宮島病院っていう。今はないよ、もう宮島病院ってあったのね、その当時も もう45年ぐらい前かな、あれ。それでブワーってあの救急車がそこから六本木から富士急まで時間かかる。ほんで俺も痛いの我慢して、その間もうすったいわけ。そりゃそうよね、もう脊髄腰だから、うん、腰が脱臼してるわけだから。想像できない。それずーっと我慢して車でもう2時間半ぐらいかかってきて、それに乗ってもまだ痛いねん。ほんでまた2時間半病院まで。それもう救急車来た段階で麻酔かなんか打ってくれますよね。何にもしてくれない。うっそー。変に多分できなかったんだろうね、うん、それで腰と左足も複雑骨折してるわけよ。もうでも左足の複雑骨折なんかもう全然だよ。あんなのはもう脱臼ぐらいにしか感じなくて、腰がもう痛いのなんのって、本当に泣きました。殺してくれぐらいの痛さ。あ、本当です。してくれーか。うん、まあそりゃそうだよね。もう一番のこの神経の、ほんでもう本当にあの骨がもうその神経に当たってたら下半身不随、植物人間になってたんだけど、もうギリギリあと1センチぐらいで止まってたんで、ギリギリだから、うん、大丈夫で。それで半年かけて、この、こう、脱臼してる骨をバッと伸ばして、あの、牽引でね、重りで、うん、それも徐々にゆっくり2ヶ月間かけて、ぐーっと引っ張って、これがこう、ついたら、今度はそこに、あの、石膏の何？ギブス、うん。ギブスをして2ヶ月で、ここを固める。なんか逆にその手術して、これを戻す。すと、あんまり良くないみたいな、腰にメスを入れて、ぐらっとやるのよりは、なんか自然にぐーっと引っ張って、ここに戻した方が、後にいいですよっていう、あれで、本当はもうこの手術もあったんだけど、いやもう、我慢して、これを、この、引っ張って直すってことを取ったの、俺は。でもそれって、牽引をずーっと引っ張られた状態で、寝てる。ずっと2ヶ月間ずっと寝たっきりなの。引っ張られた状態でだって動かせないの、こう体を。だからまあ首ぐらいね、こう動かす。それでトイレも何も全部もうあのベッドの上で、あの看護師さんが取ってくれる。全それを2ヶ月ずっと寝たっきりで私には無理。もうね、腰、床ずれがする。かかとはこう、まっすぐしてるのきついでしょ？こう伸ばして、こう立てたり、こうやるでしょ？こっちもこう。そうするともう、かかとが擦れていく。擦れていく。床ずれしていく。もう地獄のような、拷問のような2ヶ月間。へえ、私だったらもう本当。だからもう精神力はそういうことで養われて、千葉さんの付き人とその入院と拷問のような入院と、もう精神力がちょっと異常にどんなことでも耐えられる。でも考えてみたら、別にあのテレビ朝日の前から救急車が
出発しちゃって富士急ハイランドにもっと近い救急車に救急車があったんだけど、なんだろうね、俺もそこはそんなに判断されない。なんかね、六本木から救急車が向かってるって言って、それ変ですよね。なんかそれでそこの宮島病院っていうのがすごく腰の専門でいいみたいな、整形外科が有名だみたいなことで言ったのよね。で結局最終的に結果はそこで良かったの。今こうして全然治ってるわけだ。何の障害もありません、その後遺症的な。まあ腰がちょっと硬いっていうのはあるけど、うん、最初の頃はね痛かったりしたけど、それを克服してもう45年後にはこんなにもうちゃんとね、うん、ピリピリしてるわけだから、下半身もね、バク転も切ってましたもんね、うん、まあまあバク転もまあ硬いけどこうバク転できたり、それからまた1年後にはまたこうスタントやってたわけだから、すごい努力されたわけですよね、ご自身が。そう、まあ、努力っていうか、20歳ぐらいだったんで、もう若いから、全然平気みたいな感じ。あ、またやるんだ、治ったらまたやろうみたいな、全然、怖いものなし。それはもう、人には分からないほどの努力を、影の努力。されてると思います。その結果だと思います、本当に、うん、それでゴーグル5とかダイナマンとかあんなまたねわー飛んだり、うん、もう死ぬようなことをまたやり始めたわけでしょ。それの後だからね、ヒーローものをやってるのは。アクションやってきてる人ってやっぱりちょっと頭おかしい。頭にあんな高いとこから飛んでるって、それが快感って、ちょっとここがやっぱちょっと異常じゃないとできないよ、スタントマン。ネジ外れてますよね。それだからジャックの乗ればちょっとネジ外れてるんだ、これ。で怖くはないんですか？怖いじゃないんですか？そういう怖い気持ちはそれほどはなかったね、なんかね。だからちょっと頭おかしいんだっつう。ジャックのメンバーをね、あたりもそうだけど、ジャックのメンバーはちょっとあんなことになんかすごく、うん、美を感じるなんていうのは、飛び降りたりこう崖から転がったり飛び出したりみたいな、それをすごくもうかっこいい、憧れるぐらいだよみんな。でもやっぱり見るとかっこいいよね、なんかそのアクション。かっこいい。うわーと思う、なんだろうね、あれね。かっこいいですよ。なんだろうね。もう単純にかっこいいですよ。できないことやってるんですから。なんかそれをやる人とやらない人がいるじゃん。見る人と思ってても。やる人。ね。パトさんはロープウェイのワイヤーの上を走ってたって聞きました。走ってない。ちょっとそんなできるわけないじゃん。ロープウェイのワイヤーが2つあるんだよ、こう上と下に持って足ついて2本で、はいはい、それでこう当たったっていう、あのキーハンターが本かな。あ、なるほど。こうやって普通に走らないよ、上のってこう。押してましたさんはそのロープウェイの上のワイヤーの上走ってたって誰か言ってました。神話になってるのね。いやいや、これはもうおひで走れがついてそうな。こうやって渡ってたってことだよ。足ついてこう上で手持って、あのグリースみたいな、なんかこうロープウェイの油が、あれキーハンター。キーハンター。それならやれそう。それなりやれそう。あのロープウェイのワイヤーが走ってたら俺は勝てないと思った。いや、絶対そんなできるわけがないよ、そんな。でも見てみて。だから、そうそう、いまだに俺は不思議な時代にその空中を舞ってることがすっごくかっこいい。もうこれを一生の仕事にしようと思うことがなぜ考えたんだろうってのがまだいまだに謎。うん、あれが鳥肌が、うわ、もう絶対ああいうスタントマンになるんだって、
中学校の時に思った、うん、まあ、なぜなんだろうと思って何の魅力が、あのかっこいいのはあるじゃん、でもフィャーでもそれをやりたいってもうそこに行って習ってやろうってこの職業スタントマンになろうと思ったことがなんでそんなことになったんだろうっていう、あのそうすると原田さん、まあ、広志さんもそうなんでしょうけど原田さんもやっぱり子供の頃からずばってその運動神経が良かったり、まあ、まあそうだね、運動神経という高いとこ飛んだりキャンバラごっこつって昔ねそういうこうあチャンバラ立ち回りの遊びとかなんかそういうのはしてた、ね、そこで分かれるんでしょうかね、やる人とやらない人、自分にやっぱり自信もあるし、そうそうそう、じゃあやってそれでだって特殊じゃん、なんか本当になんか半分に分かれないでしょ、やる人はもう本当の一握りですよ、あの人口からしてみればやりたいと思うだからちょっと異常集まった笑ってる、めっちゃ笑ってる、本当にその一日そんなことやって一日お疲れ様の時にはなんかもう戦争から帰ってきた人みたいですよね、きっと今日も命あってお疲れ様みたいな、でも若い頃とも考えてないよね、やっぱり今日も命があったとは考えてない、当たり前な感覚、それはちょっと分かんないけどそこはだからそのメンバーたちがこう戦友みたいな、うん、もうその時に同じこう感覚でこうアクションに目指していった、同じ釜の飯を食ったみたいな感覚になるんだよね、こう命のこうなんかかかってる仕事そうね、でしょうね、うん、それは女性も男性も関係なくなるっていうことでしょうかね、そこに女性そうだね、メンバーですけど、ね、うん、そうなんかそういう感覚になる時もあるか、だからちょっと特殊な人が集まった、うん、なんか妙にこうあの時代の本当に30年前とか35年前の作品を大好きな、うん、まあね今特撮のファンの、まあ、日本でもそうだし、まあ、ブラジルの方もそうやってすごく熱狂的になるのはなんかやっぱその要素が多分こうに人間どこの国の人でもそれを見てなんかすごく何かこうねがーかっこいいって感じるものが同じなんだろうね、そこをブラジルの人に聞いてみたいですね、本当にどこなのか、ね、また違う外国の人から感覚なのかね、感覚なのか、そこを聞いてみたいなっていつも思いますね、なんでいっぱいあるヒーローで ジャスピオンが人気なのかも聞いてみたいよね、どこがあれなのかっていう、これだけたくさんのヒーローものがあって、どうしてジャスピオンが一番なのかっていうところですよね、うんうん、そう、あ、はい、私2回ブラジルの特撮ファンの方と、はいはい、ズームでお話しさせていただいて、うん、まず感じたのは特撮に対してすごく熱いものを持ってて、うん、チャラチャラっていう好きじゃないんですよ、本当に深く好きでいろいろ研究されてるんですよね、だからもうマニアックって本当にこの人たちのことを言うんだろうなっていうくらいのスペシャリスト、うんなんですよ、だから逆に私は尊敬します、あの方たち、うん、ファンの方たち素晴らしいと思いました、ブラジルがいきなりこのズームでファンの方たちとお話ししたっていうことでバーンってブラジルが私の身近になりました、あだからニュースとかいろんなところでブラジルっていうものがあるとふって意識を向けるようになりましたよね、うん、うん、そんな感じです、そんな感じだ、うん、渡りはもうそうですね、やはり最初話を2003年にいただいたんですかね、ブラジル来ませんかって話、うん、それ初めて、影山博之と串田明さんと私3人でいて、うんうんね、どんな感じなんだろうって全然わかんなくって、うん、まあ、今の春田さんと一緒だと思うんですよ、ブラジルなんとなく知ってるけど本当、リオのカーニバルとあとサッカーとって感じで、
そこの国で我々は人気になっちゃったんだっていうふうな、そんな感じは受けましたけれども、ね、実際来たらやっぱ本当に熱狂的で、空港にも、まあ、100人近くですか、みんな来てくれて、迎えてくれて、うん、で最初のあの、あれじゃないですかね、春田さんとか大場さんがインドネシア行った時の、あの国を挙げてるんで、ああいうパレードやったみたいな、あそこまでじゃないかもしれないですけど、そんな感じに近いものがあるんじゃないかなと思いますね。本当に熱いものを感じます。ブラジルの方のその特産に対する思いですかね、その辺がすごく熱くて、本当にありがたいですよ。そんな感じです。昔からの歴史も考えてね、あのブラジル、日系ブラジルって言ったことがあるし、まあねね、まあ、日本ともう全然あの他人じゃないですもの ね。ブラジルね、昔行った皆さん、ね、日本の方がいっぱい行ったってのもあるしね、日系の方が今でもいらっしゃるってのもあるし、なんか日本とこう、なんかブラジルってね、そういう意味でもなんかもうあのこのヒーローもの通さなくてもちょっとつながってるところあってね。いいですね。はい、ブラジル宮野さん、お疲れ様でした。いかがでしたでしょう、ジャスピオンの同窓会って感じで、原田さん、つかの渡りでお送りさせていただきましたけれども、楽しんでいただけたら幸いです。コロナでいろいろ大変ますけれども、また皆さんと、お会いできることを楽しみにしております。またぜひ遊びに来てください。本日はありがとうございました。頑張ってコロナに負けず、うがい手洗いして元気でやってくださいね。バイバイ。あの今回もこうやってアルマと草津さんのおかげで、あの思いがけないもう35年ぶりに春田さんとお話題に来て、こちらがもう本当にお礼を申し上げます。そしてあのブラジルにいるファンの方たち、まだコロナも大変たくさん増えていますし、あのアマゾンの森のことも心配ですし、いろいろ世の中大変なことばっかりですけどね、今年は特にそうですけれど、あのみんなで頑張って気持ちを上げながら、そして楽しい番組をあの見ながら頑張っていきましょう。ね、あのいつか私あのこのコロナが終わったら私ブラジルに行きたいです。そして皆さんに会いたいです。はい、いつかお会いしましょう。それまで頑張ってください。そんなことで、ですね、私も本当にあの塚田清美さんも35年ぶりにねこうお会いできるなんて思ってなかったんですけど、まあ、このアロマ特撮、アウマ特撮かアロマじゃないねアウマ特撮のねおかげで本当に感謝してます。それでですね、あのブラジルはもう私は行ったことないんですよ、一切ね。あの飛行機あんまり好きじゃない、怖いからサントマンのくせに飛行機怖いんで、あんまり、そうそう、飛行機に乗ってる時間があのかかま行かないんですが、今回はもう本当にあのね、コロナがちょっと収まったら、ちょっと行けるようだったら行きたいと、ぜひもうちょっと願っておりますが、今こんな状況なんでね、行けないんですが、皆さんそれまではもうちゃんと元気に、ちょっとお会いできるまでちょっと楽しみに、待ってますんで、ぜひあの皆さんそれまでお元気でちょっと待っててくださいね。そういうことで、あの画面越しで今度またお話皆さんとできるとできればいいなと思ってます。それじゃあまた今日は本当にチャオ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 かな、バイバイ、さよなら、またね。